HPV ワクチン、子宮頸がんワクチンですね。これに対しては私、因果関係がはっきりしなくても救済すべきだと思ってます。 HPV ワクチンで副反応かなり重篤なもので、これまでの生活と180度変わっちゃった。急に痙攣しちゃったりとか、ずっと寝たきりの状態、それがですね、非常に若い少女たちにそういうような症状が訪れたってことですね。それを考えるならば、疑いというだけでもそれは国が救済しなければならないと。そりゃそうですよね。国が打て打てっつってるんだから、当然それに対する何かしらデメリットが出てきた場合には、当然そういうようなことをやらなきゃいけないっていう考えなんですね。ワクチンっていうのは完璧なものってないですよね。これはメリットとデメリットをしっかりと天秤にかけて、それぞれが打つか打たないかを決めなきゃいけない。そう考えたときに、この HPV ワクチンによって打ったけれども、その後調子が悪い、非常に重たい副反応が出てしまっている、その後の人生180度変わったみたいな方に、因果関係がっていう間苦しめ続けられる、それが認定されない可能性もあるし、そう考えたとしたら、これあまりにもひどいですよね。国が打て、ただで打たしてやる、どんどん打てってやってきたものに対して、そういうような疑いが生まれたんだったら、私は全力で救済しに行かなきゃいけないと思うんです。因果関係云々じゃない。だって家族の一人がそのような重篤な副反応に苦しんでるという状態であるならば、本来であれば家族、親御さんが働いてたっていう状況でも仕事に行けなくなったり、少なくとも病院に行くときには必ず付き添いが必要になったり、家計も圧迫されるし、これまでの家族関係っていうのが大きく変わっちゃいますよね。やはりそこに寄り添うのが政治だろって、そう思うんです。そう考えたときに、どのワクチンにおいても副反応の疑いがある、何かしら調子が変わってしまった、そういったときには私は徹底して保証していくべき。その救済とセットでなければ、これみんな打った方がいいよなんて言うべきじゃないですね。はっきり言っちゃえばそう思うんです。で、こういった重い副反応、 HPV のワクチンの被害者とも言える少女たち、当事者たちにも会ってるんですね。私その訴えをしてたら、あいつは反ワクチンだってことを言われ続けてるんです。そうじゃない、反ワクチンではない、打ったことによってそういう状況になったんだったら、それは国によって救済されるべきだろうと。で、言えることは何かっていうと、やっぱりみんな一人一人が考えなきゃダメなんですよ。国が打てっつってるから打つとか、そういう話じゃない。それぞれが情報に当たりながら、それがどういう影響にあるか、プラスになる部分とマイナスになる部分を天秤にかけた上で、これはプラスだなと思ったら、それは接種するもよし、そしてそれを接種しないもよし、それぞれの判断がやっぱり尊重されなければならないだろうと思います。そういうことです。それ以上でも以下でもない、そういう話です。なのでしっかりと考えてください、それぞれが。そういうことだと思います。すいません、ありがとうございます。